2023年もいい1年になりますように。見ちゃった。いい職務を全うしとけみたいな、うん、騒ぐなって書いてない。あそこにいたの。あ、中身入ってないんじゃないか。はい、どうぞ。バッカス。おう、え、普通に置く。あ、普通にそういうやつなんだ。ポンじゃないんだね。マリアージュ。マリアージュ。結構アルコール？結構。朝飲むもんじゃない。すごい地獄鍋みたいな。めっちゃライブ来た。クロズス。初。びっくらポン。中トロ。あ、シャリハーフ。一個？クロズスはこういう感じで、こういう感じ。小スペースのためにこうなってが。この中にこれが入ってきました。いただきます。あ、ただのウニじゃないのかこれ。メディテーヌ。一個ずつでもいい。これで一回で当たりする。やろうそう。うまい。あ、ほら、おお。あ、そしたらこっちから来る。はい。おお。嬉しい。久々の最初初手が。すごい。しかも鬼滅の刃だ。パッキンカードやりたい。頑張っちゃう。はい。あんぽ柿。初めてのあんぽ柿。いただきます。ほんと欲しいもの柿バージョンって感じ。読谷ミックス、お土産。いただきます。あ、美味しい。明けましておめでとう。あ、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、はい、今年も、はい、よろしくね。その電話です。あ、そう。どう？いい正月迎えたかね。いい正月迎えられたよ。お父さんは？お父さん飲んでるだよ。飲んでなかったし。あ、そうなの？珍しい。いや、もうコロナでとってこっちはね、コロナだから、会わないようにしたの。もう落ち着いてんじゃないの？次は西二条4丁目。ありがとう、気に入ってくれて。乾杯。
合掌、合掌ビール。はい、OK でーす。いただきます。いや、ちょっと頑張って。どうぞどうぞ。今さっき言った私の友達。電子板で行ってみたい。昔かぶらせてみて、うん、え、かぶってないみたいな 色もそうだし、うん、なんか犯人みたいな、うん、ダンデさんだ、うん、ダンデカホと紫と安藤さくら。いいね。レシピは初めてだった。麦わらのうどんいただきます。うん。ちょっと茹ですぎちゃったんだけど。うん。こんばんは、ひろかわです。ライデンさんから、贈り物いただきましたので紹介させていただきます。今回久世福商店、私が住んでる、帯広と音府県にはないんですけど、久世福商店の美味しいものを送っていただきました。ありがとうございます。そして、素敵なお手紙入ってますので読んでいきましょう。ひろかわさんへ、なかなか手紙を書かないもので不慣れですが挑戦してみようと思います。ずっと前から YouTube で知っていて動画を見させていただいておりましたが、夏のギフトをいただくことになるなんて、てんてんてん。あ、私が、私めが、ライデンさんが、ワインもお好きということで、池田ワイン城のワインがすごく美味しかったので、なんかお送りするという流れになって、他にもなんかおすすめをお送りしたんですよね。はい。ずっと前の僕には想像もできなかったと思います。日常のワンシーンを切り取った動画の数々はたくさんの人に癒しになっていると思います。ありがとうございます。もちろん僕もその中の一人です。本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。お体に気をつけて健康で日向のように暖かい広川さんでいてくださいね。なれるかな。今度はキネオさんともお話ししたいな。僕からのギフト、お一人でお召し上がりください。ライデンより。ありがとうございます。僕からのギフト、ちょっとミスチルっぽくていいなと思いました。はい、ありがとうございます。というわけで、ライデンさんギフト、見ていきたいと思います。お、今パッと目に入って、ゆず七味、嬉しい。これ長野のやつかな。長野の美味しいゆず七味、嬉しい。ゆず七味って、ゆず七味ってどういったものに使ったりするんだろう。ゆず七味でも普通にさ、お蕎麦食べるときにもこれ使ったらなんかさっぱりして美味しそう。ありがとうございます。あ、ライデンさん、鍋のつゆおすすめですっておっしゃってました。久世福商店の醤油蔵が作る、寄せ鍋つゆ。いいですね。もう寒いんで、この鍋、嬉しいです。ありがとうございます。美味しそう。さつまいもチップス。イエー。嬉しい。素揚げ。鹿児島県の。さつまフーズさんのさつまいもチップス。これも久世福商店さんですね。はい、嬉しい。さつまいも大好き女です。野菜かりんとう。野菜かりんとうってもうほんと美味しいよね。かりんとう大好き。この細さがちょうどいい感じ。美味しそう。ありがとうございます。嬉しい。これ一瞬、コーヒー、ドリップコーヒーかなと思ったら、さすが久世福商店。万能だし。全部違うのかな。久世福のだし。贅沢の極み、素材の旨味引き立つ毎日だし、全部違うのかな。あ、内容物が違うから違うっぽいです。で、こちら瓶物です。これあれ、おかず味噌、国産九条ネギ。うわ、絶対美味しい。もうこれだけでおかずになるっていうことですね。うわ、ありがとうございます。して嬉しい、4種の水入りナッツ。ありがとうございます。ミックスナッツ大好き。
大好き、ありがとうございます、嬉しい。夏と無縁夏、ありがとうございます、こんなにたくさん。夏、なんだろうこれ、瓶物、すごいすごい、なんかド派手なプチプチ。てん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 、つる、あ、これで隠れいっていうものか。つる、つるって書いて、年齢の霊って書いて、魚沼、新潟県魚沼市のお酒です。純米吟醸。嬉しい。ありがとうございます。すっごい美味しいものを食べるとき。どうしようどうしよう。どうしよう。何を魚に飲もう。嬉しい。ちょうどいいサイズ。ありがとうございます。さつまいもチップスちょっと食べてもいいですか？今普通に食べたくて。いただきまーす。うん。ちょっと油断したら危ない、危ない角度で歯茎に行く感じです。すごい美味しい。さっきのこれ、これ気になるよね。これちょっと行ってみますね。これ、ちょっとご飯をちょっとだけよそってきますので、それにかけて食べてみましょう。よいしょ。お米に、こうして。まあ美味しそう。もう見てるだけでよだれ出てくる。はい。あ、これおにぎりにもいいかも。いただきまーす。うん。あ、焼きおにぎりにしたい。うん。ネギ爽やか。うん。これはね、これはね、米が消える味噌だ。これも長野県のものですね。でもなんでだろう、長野県とかさ、新潟県とか美味しいものありすぎるよね。他のお酒とかも、いただく際に動画撮れたらなって思います。ライデンさん、ありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまです。以上、ハッピーギフトでした。